皆さんこんにちは、淡井圭介より秀和株式会社について、お伝えいたします。本日2022年11月の6日、ちょっとまあ逆光で見えにくいかもしれませんけども、近づけたらなんとかわかるかな。まあ今時こういったものでしたら室内の気温とかもまあわかるんですけども、これもね、電波で自動で、設定されます時刻とか、まあ秀和株式会社で実質的に現場で働かせてもらったのは2001年から2002年と、それとあと2005年から2006年にかけての冬、2006年から2007年にかけての冬と、まあ4シーズンほど働いたんですけども、まあちょっと、もともとどういうふうな形で出来上がった会社かっていうところをいろいろとご説明しますね。まあいろんな方たちが未来からの淡井圭介の声を聞かれている方たちはいっぱいいらっしゃいます。国会議員の方たちも、もともと白黒画像の頃から淡井圭介という名前は知ってます。もともと乱闘騒ぎとか国会であったんですね。で、その時に私が注意したのは、それは暴力事件だからやめてくださいと。で、今ちょっと手袋つけてますけども、まあ家、暖房器具使ってません。これぐらいだったら家の中で暖かい格好をしていれば、特に暖房器具、使う必要ありません。今の時期ぐらいでしたら。で、その子供の頃にはまだその灯油の巡回販売というものはなくて、軽トラックとかにまあ灯油缶をお客様から預かるか、もしくはそこの灯油の販売している会社が灯油缶を持っていて、お客さんの家にいちいちまあ灯油缶を運んでいた。まあ軽トラックとかでしたらまあ積み込めるのまあ20缶も詰め込めるかどうかぐらいじゃないですかね。ちょっと20缶無理なんじゃないですか。だから何回も往復してる。だから効率性を上げるために、まあ、秀和株式会社が一番最初に灯油の巡回販売を始めたんですけども、子供の頃僕はまあ幼稚園ぐらいの頃ですね。その頃神戸市で、神戸祭りがある時は、今でも神戸祭りはあるんですが、花バスというものが街中を走ってたりしたんですね。まあそういうのを見たのと、あとゴミ捨て、まあゴミ回収車ですね、市の方とかが燃えるゴミとか回収してるじゃないですか。ああいうふうな仕組みで家の前に最初から灯油缶置いといて、タンクローリー、まあ普通車程度で、まあいろいろ路地とか入っていけるところ入っていけないところあるじゃないですか。普通の自治体の普通の自治体とか普通の住宅地の中をそう簡単に10トントラックとか入っていったら本当に大変なことになりますから、騒音的にもいろんな部分で。ですので、まあ、雪やコンコの音楽を流しながら、まあ、灯油の巡回販売というものを私が子供の頃に考えまして、ある程度のところ、ある程度の意見は、その当時、東山小学校、まあ、その後通ってた東山小学校、現在の名称、夢の小学校という名前で、まあ、神戸電鉄の湊川の駅と、長田駅の、まあ、間ぐらいのところに、まあ、ある学校なんですけども、町名で言うとね、東山町だったと思います。もしかしたら夢の町かもしれません、現在。地図もそうそう、町の場所を変えてしまうと、後の世代の人が、何がどうなってるのと、学校の名称もそう簡単に変えたらダメです。後の人たち分かんなくなりますから、何の証拠隠しなのと、そういうことになってきますから。で、その当時から、まあ私が小学生、3年生、4年生、それぐらいの頃から学校で、まあ例えば、流す音楽は、まあ、雪やコンコがいいんじゃないかだとか、まあ、その辺が著作権うんぬんとかいろいろありますから、その辺相場うんぬんとかいろいろあるでしょうし、まあ冬のシーズンに適したものということで、まずそういった曲は選ばれたと。で、まあ仕組みとしては今のでまあ大体のことはお伝えしましたが、それで効率性が上がるのと、それと
まあ、昔は大量販売が行えてましたので、豆腐1缶790円ぐらいだったんですよ。で、私が働いていた2000年から2001年にかけての頃です。ですので、本当にたくさん、その当時は売れていました、豆腐が。で、全員新人でも、まあ、1日で1万リッターほど、販売するような、僕らはその巡回地域のことをコースって呼んでたんですけども、そういうふうなコースを、絶対に1人1つは持っておかなきゃなんない。まあ、その時使われてる標準的なタンクローリーが、まあ、3600リッターほど入る、タンクローリーです。で、これはね、昔ながらの、開業当時とかのタンクローリーとかで、まあ、3200リッターだとか、3100リッターだったかな、なんかそういうふうなタンクローリーも最初の頃はあって、そのサイドブレーキじゃなくて、昔のね、バスとか乗られてた方ならわかると思うんですけども、こう手前からこう引くような形の、サイドブレーキのかけ方、こう今だったら普通の車ってこう手でこう上げるようなサイドブレーキじゃないですか。まあ、そういうふうな、車を、最初の方は使用していたと。で、私が働いていた当時の2001年ぐらいから、4キロ車と呼ばれるものが登場して、4000リッターまで、灯油が積めると。まあ、そういうふうな時代で、まあ、それはね、車高を低くして安定性を高めたもので、で、最初の方ですから、その新車っていう意味で、給油のスピードも速かったんですよね。1リッター入れるのに、まあ、メーターがカシャン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 、これぐらいのペースで、灯油が、まあ、給油できます。だから18リットル給油するのに1缶、まあ、多分18秒、その給油ノズルの、引き金を引いて、止めるまでの間ですよ。18秒、まあかからないぐらいだったんじゃないかなと思います。まあ、ホースが長いのと、短いの両方つけてるんですけども、これはホームタンクというものを使用されている方たちがいらっしゃいまして、自宅の、まあ、庭とかにホームタンクを設置していて、そこに灯油を入れて、その灯油を使用して家の中で暖房器具を使用すると。まあ、こういうふうな形のご家庭は結構ありました。まあ、その当時灯油が安かったですから、まあ、経済原理的にも、まあ、そういうふうな方向で、受け止められる方。で、灯油の本当の上手な使い方っていうのは、昔ながらの、石油ストーブで、今のファンヒーター、ああいうふうな電気まで使用して、強力な威力を発揮するっていうのはどうかなと。っていうのは、結局そういうふうなものだと、何回も電池交換とかしなきゃなんないでしょう。で、資源の残存量問題とか考えたら、いちいちそのストーブとか、もし、まあ、セラミックファンヒーターとか、潰れるのか潰れないのか、ちょっと僕わかんないですけども、昔ながらのストーブだったら仕組みが簡単で、アルコールランプみたいに、灯油が、面みたいなところに浸ってるんですよね。灯油が伝わってきて。で、そこに火をつけてるから、その面みたいなところも、まあ、特殊な素材を使ってるんだと思うんですけど、あれもずっと、何十年も使ってても、まずなくなることなんかない。で、まあ、強火弱火で調整して、まあ、上手に、灯油を使用すれば、あんまりその灯油の消費もすることがないと。まあ、ただしこれはいろんな、部屋の温め方があります。一気に部屋を温めた方が、効率性が高いこともあります。これは事実として。例えば、火力の弱いストーブを、使用していた場合、例えば今見えるこの部屋、まあ、4畳半なんですけども、まあ、2台同時に使用すれば、例えば15分間で、室内の温度が22度だとか、まあ、3度、それぐらいにまで達するのに、例えば、弱いストーブだと、5分ぐらいかかるのが、それを2台使用することによって1分ほどで時間が縮められる。全然スピードが変わるんですね。だから、それだったら、一気に最初温める瞬間までは温めて、まあ、
ガスコンロで皆さん料理されたことあると思うんですけども、最初皆さん強火でしょ、あの考え方で正しいんです。一気に沸かした方が早いんです。あとは鍋の面積がその火をしっかりと受け止めれる面積であるかどうかなんですよね。もう周りまで火が出てたらそれも余分な無駄遣いです。しっかりとそこで受け止めれる範囲内で、しっかりと蓋をして早く湯を沸かすと。そうすることによってある程度、沸騰してきたらあとはもう弱火、もう種火かなどうかなっていうところまで予約して、十分です。まあスパゲッティとかだったら正直ね、一回沸騰してしまえばあとは麺入れとくだけで、あとはガス止めといて時間の経過で、麺茹で上がります。それでもガスの消費抑えれます。まあそういう風な形でね、もともと石油の残存量問題や金属の残存量問題っていうのは昔からあって、それが元で、もともと第二次世界戦争や第一次世界戦争が発生してるんですよ。石油の取り合いだったんです。まあもちろん金属とかいろんな資源も含めてなんですけども、それで新しい領土、新しい領土を求めて近代文明化したところが、侵略戦争を、行ってしまったと。これがその当時の現実であって、法律の行き届いてない世界だったんです。それは今の国連っていうものが、しっかりと出来上がってなくて、第二次世界戦争の後に なぜ僕は第二次世界戦争っていう言葉を多用するかというと、学校では第二次世界大戦って習ってると思います。法律の世界、六法全書の中では第二次世界戦争って書かれてるから、どうしても僕はそちらの方を使用してしまうような形になってしまってるんです。まあ法律重視型ですから。でまあさすがに二十歳そこそこだったら、そこまで六法全書の内容とか、しっかり目を通してる人間、あれはまあ多数六法とかと揃ってなかったら、まず、よくわからないような仕組みになってます。文章を読んだだけではね。各窓口で出てきた書類、例えば、厚生年金だったら、まあ、厚生年金に関する、窓口へ行って書類をもらったり、自分の目で確認しなかったら時間持てないでしょ。だからそういうようなところで法改正とかも現実的にあって、まあ官が報じると書いて官報というものがあるんですけども、それを買ってね、月々500円払って法改正いちいち見てられるかって言ったら、計算したら1年間で6000円でしょ。六法全書ワンツー1万円で買えるけど、どちらの方がいいかなってなるでしょ、結局本当に。だからまあ本当は各図書館に現行法規や現代日本法規を置いて、もう僕の方で政府の方に、国会議員の人たちに話し通して、あそこは立法府ですから、法律を作るところです。そういう一番偉いところ。もう、まあ法律の世界だったら担当は法務大臣がトップです。法務大臣が、いろんな方たちを任命したりだとか、そういった部分あります。それは総理で、総理はまず法務大臣を任命したり、で、その総理を選ぶのが、天皇陛下です。これが法律的にそうなってます。で、ちょっと話が逸脱しましたけど、灯油の巡回販売の話に戻しますね。当時、だからまあ、まあ、最大で販売数量が、まあ、6000リッター台のところは、その当時の僕らからしたら、あんまり売れてない。巡回地域であり、まあ、売れてないコースと呼んでました。でちょうど私がそこの会社で働き始めた時に、神戸市には、その当時は西神戸店と北神戸店があって、まあ、その後スマ店が、オープンして、で、西の方では、姫路店があって、もともと大阪堺が発祥で、大阪から、まあ、住之江、順序はちょっと僕の方もわからないんですけども、住之江区の方にある支店だとか、東大阪支店だとか、いろんな支店が、大阪はやっぱり人口多いですから、たくさん出来上がりました。で、これね、その当時、僕らの世代の頃、僕が働いてた2000年代の人たちで、みんな、その北神戸店の人たちとか、これ西神戸店の人もそうだと思うんですけど、1万リッター売れるようなコース、多分みんな一つは、持っていたと思うんですよ。持たされていたという言い方をしてもいいかもしれないんですけども、これね、もともと大阪の堺発祥ですから、
庭のないお家がたくさんあったじゃないですか。その考え方が混ざってるんですよ、その販売数量のところで。で、僕ら北神戸店とか西神戸店は、階段のある家がいっぱい対象になってきて、階段上り上がりしなきゃなんないでしょ。で、一応基本的にその仕事は玄関先まで運んであげると。まあそういう仕事で、お客様に、例えば、まあ裏に、庭の裏に倉庫とかがあって、そこの、まあ、稲葉物置とかあるじゃないですか。ああいう風なところのメーカーさんが販売されてる、まあ、庭に置く、まあ、物置みたいなところ、ああいう風なところ、ここに置いといてとか、まあ、それがあるんで、そこまで運ばなきゃならなかったりするんですけども、まあ、仕事量として比較させていただきますと、例えばね、読売ジャイアンツの方たちが冬のキャンプで、まあ、神社のような階段を、まあ、山の階段、山についてる階段かもしれませんけども、まあ、1000段ほどダッシュして駆け上がるとか、そういうトレーニングがあるんですけども、僕らの世界なんかは、僕、2年目の頃に、西宮市の北部、まあ甲子園があるのが西宮市ですよね。そこの北部の方で、西宮ラジオっていうところがあります。そこと、順序を言うと、朝の9時から9時50分ぐらいまでを花の峰を回って、月曜日に。で、その後、月見山などを回って、で、そこでは12時回るぐらいですね。で、12時回った後ぐらいに青葉台というところを巡回して、で、その次に、清瀬台というところを巡回して給油に帰ると。まあ、そういうふうな形です。通常はね、通常は。年末の時とか忙しくて、そこでもう2年目の頃に、9,800何十リッターも約1万リッターぐらい売ってるんですけども、まあ清瀬台の後が、まあ、給油の往復で、まあ、2時間ぐらいはやっぱりどうしても時間がかかる、灯油を積み込む時間もかかりますから、だからその後と、南台でしたっけね。南台を、まあ、夕方ぐらい、まあ、17時ぐらいから夜の8時ぐらいまでで回って、まあ、ちょっと早かったら、まあ、その当時のね、僕もね、お客様に回ってくる時間帯を、記載したものを、まあ、事務員さんに作ってもらって、まあ、それを、灯油缶出してくれてきたお客さんとか、以前買ってくれた、いたお客さん、まあ、という使用されてたお客さんだなっていうところに渡していってたんです。それで、あと、私の販売方法としては、灯油券を先に、まあ、お客様に10月、11月、12月の前半ぐらいまでにお客様に先に灯油券を、買っていただくと、まあ、一冬、まあ、どれぐらい灯油使われますかと、まあ、大体20缶ぐらいの人たちと、まあ、40缶ぐらいの人たち、まあ、家族の多さとかによってやっぱり変わってきますよね。まあそういうことで、まあ、1回の販売で、20枚買ってもらったりだとか、まあ10枚ぐらい買ってもらうのは普通であって、で、まあ40枚、一気に、1回で、購入していただけるお客様もいらっしゃいます。やっぱり40枚ともなってくると、1缶790円で40枚でしょ。まあ3万円超えてきますよね。まあポケットにそこまでお金を持ってるかどうかなんですよ。その当時カードなんか扱ってませんし、今はどうなってるか私も働いてないので知らないです。で、そういうふうな形で他の巡回業者が同じ地区を回ってくるものだから、まあお客さんの、取り合い、まあ競争の原理が自動的に働くと。そこで先に、お客様に投与券を買っていただいて、こちらの方で、まあ、週は株式会社の方のお客様に、してしまうと。まあ、その、灯油券を販売して、まあ、その当時は、2000年から2001年の頃、貯券と言いまして、貯蓄の灯油券のことを貯券と、まあ、呼んでたんですけども、そういったところのランキングも全店の人間が貼り出されます。名前と、毎日毎日のその販売数量と、その貯券がいくらだとか、いくらの枚数を貯蓄しているだとか、それによって、大体の、売れ方とか、気温によってどれぐらいの、1日の販売数量とか僕らは読めるんです。で、冬場はだいたい神戸だったら、2度3度みたいな気温が一番寒い、時期です。
で、ただこれ山の上とか、JR 神戸駅とか新神戸駅とかのその浜沿いの方とかではやっぱり標高差があったらやっぱりちょっと違います。有馬温泉ぐらいでだいたい標高350から400ちょっとです。まあ、有馬温泉のそのあの辺りも結構坂多いんで、まあ、だいぶ登っていったら400メートル超えます、標高。で、北神戸店なんかは、山田町から大郷の方へ抜けていく道のそのてっぺんのところにあったんですけども、あそこもね、カーブが多くて非常に危険で、特にてっぺんのところが、地面が凍結してることって結構冬場になってあるんです。で、北神戸店の、大郷へ向かって、の道のところのカーブのところに、まあ、冬場たまに、まあ、そこそこ雪が降ったりする時あるんですけども、そこの谷底へ向かって1週間の間に5台ぐらい車が突っ込んでいくとか、もうしょっちゅう車が突っ込んでいくと落ちていくと、もうまあ本当はね、神戸市北区ともなればまずは四駆の車を選ぶべきでしょうね。四輪駆動と二輪駆動全然違いますから。で、昔あった、今でも販売されてるかどうか、もうパジロ生産中止になったのかな、三菱さんのパジロ。ああいう風な四輪駆動、もう見た目でわかると思うんですけど、タイヤの太さが全然違うでしょう。接地面積が全然違うから、あれなんですけども、軽自動車の四輪駆動でも、できるだけチェーン巻いた方が本当はいいんですけども、チェーンない時はどうしても雪が降ってしまって、家に帰らなきゃならない、こういう事態は絶対発生します。凍死してしまいますから、そんな大雪が降った時に車の中にいたって燃料だんだんなくなってきますから、暖房をつけていても。だから、なんとか家にたどり着かなきゃならないで、みんな自分の車を動かそうとしてしまうんですけども、もう肉の車なんか乗ってる人は大雪が、10年に1回だとか、20年に1回だとか、降るケースたまにあります。ただもう今温暖化してるから、まあ最近はもうそういうふうに雪が降るケースっていうのは、まあこの辺りではなかなかないんですけども、もうそういう豪雪を一度経験したことがあって、で朝の7時半ぐらいから一気に雪が降り始めて、1時間半ほどの間に雪が積もったと。で、その間に現場に行ったものと行ってないものがいて、で、現場まで行ってしまったものは、もう四輪駆動のタンクローリーじゃないし、そもそも灯油を積んでる状態だと、タイヤが空転します、滑って、重たいから。接地力の方が負けてしまうんですよね。だから、本当はチェーンが必要であるということを会社の方に言っても、そんな雪道の日に現場に出るべきではないと言う人と言わない人、それが取締役会の方たちで、意見がやっぱり途中で変わったりします、するんです。いろいろ言われると、向こうは向こうで。で、まあ、その当時の販売方法にかなり無理があって、本当はチェーンを北神戸店は装備しておくものであって、でチェーンがなんか盗まれたとか、なんかそんな話も聞いたことあるんですよ。でもう自分でチェーンぐらい買ってくれみたいなことを言われて、本当は会社が買うものですよ。でその当時雪降った時どんな巡回してたかって言ったら、その西宮ラジオの青葉台の方じゃないですよ。神戸市北区の青葉台っていうところは北神戸店のすぐ近くにあるんですけども、その近くにある、大原葛城ではないですね。ちょっと名称忘れたんですけども、ちょうど青葉台の、まあ、向かいぐらいにあるところの住宅地ですね。そこも、昼越えて夜になっても雪が残っていて、豪雪の人はまだ別の日なんですけども、もうどんな巡回方法をしてたかって言ったら、もう下り坂と上り坂をずっと繰り返すジグザグ運転をしなきゃなんないところを巡回させられて、滑っていくんですよ。わかります？ものすごく危険なことをしてるんです。本当はそんな時、チェーン持たさないんだったら会社の営業を巡回中止させないと、そんなタンクローリーをその辺で、
大きな事故を起こして、もし大量の灯油が漏れて引火したらどうなるか、街の中は火の海ですよ。それをさせられてたんです、私たちは。で、家の前とかを掃除されてる方たち、雪かきとかをされてる方たちのその先を見つけて滑っていって、その前のアスファルトは路面がから雪がなくなって出てるので、そこで停止ができると。それ狙ってそこを めがけて滑り降りていって巡回販売をするという、そんなわけのわからん方法で仕事させられてたんです、本当に。だから取締役会の人たちも大真面目にそのことについて向き合っていただけなければならない。だから北神戸店はまず絶対的にチェーンを店舗に持たせておくのは必須で、まあ、12月ぐらいになったら、しっかりとチェーンを、タンクローリーに積ませておく。11月にはさすがに雪は降りません。ちらつくことはあってもそこまで凍結することは絶対にないです。そんな現象を見たことないです。12月の半ばぐらいから冬らしい気温になるんです。まあ、12月の頭ぐらいだったら、まあ、最高気温が、16度から10度ぐらいの間です。だいたいそれぐらいです。暖かい日だったら16度ぐらいありますから。で、灯油は売れ始めるのはだいたい最高気温が16度を切ってきた時ぐらい、まあ、ただこれは朝晩の冷え込み方にもよって売れる売れないは変わってきます。まあ、朝晩ぐらいは、まあ、暖房器具を使用して、まあ、昼間ぐらいはもう切っておこうかと、まあ、そういうふうな日は結構あります、それぐらいの時期だったら。で、その役員であった、まあ、稼働なんとかさんだとか、まあ、もうこれウィキペディアとかで公にされてるからいいと思うんですけども、まあ、もともと矢野運輸さんというところが運輸業の方で、そちらの方でと秀和株式会社という灯油の巡回販売をしていただきました。関東の方とかでも、灯油の巡回販売をされてるところありますけど、本当は権利物であって、私にもある程度のパーセンテージの売り上げからのお金が入ってこなきゃおかしいんです。で、なぜ灯油が必要なのか、石油の埋蔵量云々や残存量の話があるのに、なぜ石油が必要なのかと言いますと、停電した時に家に薪のストーブとかがない場合、灯油で何とかするしかないんです。東日本大震災見てもらったら分かる通り、東北の方だったら3月の下旬でも雪降ります。この辺でも降るときは降ります。ちらつく程度ですよ。3月下旬に積もることはさすがにないです。この辺だったら。で、まあ、これね、神戸市北区の我々が住んでるところのあたりだと標高がまあ300メートルほどはあります。で、まあ、テレビのニュースを見ていて、お天気のニュースを見ていて、皆さんが錯覚するんですけど、日本は緯度経度からで行くと縦型なんです。それを無理やり横にしてるから、関東と関西が同じような気温なんじゃないかと錯覚するんです。違いますよ。学校でいただいた地図の方が正確ですからね。あれはニュースで画面の一枠の中に収めたいからそんなことをしてるのであって、本当はそんな方法の仕方しちゃダメ。本当は縦型で見とかないと、気温が同じ程度だと錯覚を起こす人たち続出ですから。だからこの辺のところと、まあ、東京の平地部、まあ、要するに高いところじゃない平地のところ、海抜からまあ10メートル20メートルぐらいまでの、まあまあ30メートルぐらいのところも入れてもいいかなぐらいの範囲のところは、ちょうど気温が同じぐらいかな、どうかなというところなんですよ。ただまあいろんな条件等々ありまして、まあ山間部からの吹き下ろしと呼ばれるような風だとか、山に上空の方は冷えてるんですよね。山に当たってそれが降りてくる時もあるっちゃあるんですよね。風の吹きから云々とかで、まあ気圧配置云々とかで、だからその辺のところでまあ物事があるんですけども、でまあその稼働もなんとか統括と、まあ、その当時は呼ばれていて、まあ、その後支配人になったり、まあ、法律はあるんです。役員の中で商法で行くと支配人だとか、まあ、代表取締役とか取締役とか理事とか役員の人たちの中で、まあ、監査の方たちはね、社員という扱いで代表社員とか、まあ、いろんな形で、扱われてますけども、まあ、
根本的に法律的な知識で言うと、もう監査を何年もされてる方たちの方は法律に関する実力は上ですよ。 ものすごくいろんな法律知ってますから。で、監査というものができたのも第二次世界戦争が終わってからです。海外の方がそういうふうな形で、会社の大きな会社とかには絶対もう、監査入れなさいと。まあそういうふうな形になってますから、監査が入ってくることによってそこの会社がしっかりと法律通り稼働してるかどうか。当時の週末株式会社は長時間労働のさせすぎで、運輸業で本当あんなことしちゃダメ。居眠り運転で、運転員殺す気かと。そういうような状況です。だからね、もうこれ、実際どんな状況だったかって言ったら、私も上司、要するにまあ店長だとか、そういった人たちの言ってることを守らなきゃなんないですから、で、初年度新人の時に週6日の出勤をさせられていて、で、そこでもう誰が週6日の出勤させられるかで、仕事の押し付け合いですよ。誰それが辞めたとかで、誰余分に週6日出なきゃなんないで、週5日でも多いんです。それでも長時間労働です。週4日ぐらいが、適正かどうかになってくるかのところで、それも巡回販売をする時間帯を選挙活動でも夜の8時までにしてるでしょ。もう夜の8時超えて外でもそんなにもわー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 思うの言ってちゃダメなんです。選挙の仕方も方法変えなきゃなんない。せっかくテレビがあるんだから、テレビに出てもらってどのような法改正をするのか、今までどういうふうな事例があったからこのように法改正します、このように法律を削除していきますと、そういうふうな話をテレビに出てもらって言ってもらったらいいんですよ。で、視聴者の人たちはその話を聞いて、誰に投票するべきかっていうことを考えたらいいんです。で、投票に関して、まあ、ある程度の年齢になって、もう頭若い人たちに任せて、我々は投票に行かないでもいいと思うんです。実際投票に行こうと思ったら、歩いて行ける方たちばっかりじゃないでしょう。電車賃かかったりするでしょう。だからまあ、買い物ついでとかいろいろあるかもしれませんけども、実際、投票する人たちが多かったら多かったで、消費税が上がる原因にもなってしまうんです。公務員の人たち増やさなきゃならなかったりするでしょ。人材派遣会社の人たちが来たとしても同じなんです。で、人材派遣会社などを、世の中作ってしまったから、基本給がずっと上がっていく世界が崩れてしまったんです。こんなことしたら少子化にしかならない。もうお金がちゃんと稼げないから、で、そこでもボーナスなしにされて、退職金までなしにされたら、もう労働者の方お手上げですよ。で、さらには聞いてくるんですよ。社会保険入りますかって。何を言ってるんです。そんなこと聞いたらあなたたちの方が脱法行為ですよ。入れさせてもらってなかったらどうなるか、厚生年金しっかりとかけてなかったらどうなるか、私のホームページのところしっかりと読みなさい。厚生年金とか40何番とかに、記載してますか ?40 何点1番。あれもね、行が増えてくると、コンマとかをつけなかったら、もう、いろんな説明で何番を見てくださいを使ってるから、僕も消すに消せないような状況の欄がいっぱいあるんです。だから、ああいうふうな書き方になってしまうんですけども、後から増やしてる方です。情報がいろいろ上がってきて、まあ、自分で調べてですけども、載せてますから。だからそこでわかるでしょう。もう、65歳を超えてから年金が支給されるような仕組みになりましたから、厚生年金も。だから、それが平成12年ぐらいからなんですよ。で、国民年金かけてる人は一月5万6000円しかありません。これだけでは絶対生活不可能なので生活保護域になります。で、厚生年金1万円から2万円未満の方たちとか、2万円から3万円未満の人たちとかも、足しても8万円ぐらいにしかならないから、はっきり言って生活なんか不可能です。この方たちも生活保護域です。プラスで企業年金とか国民年金基金とか、その他の年金を大量にかけられてたんだったら話は別になってきます。これは総合的に物事を見て、一月にトータルのいろんな年金がいくらもらえるかの基準になってくるんです。これは各自治体によって変わってくるところあろうかと思います。これはそこまで調べてみなきゃわかりません。神戸市兵庫区で11万5000ほど、一月あたりの年金の支給額が、それを下回ってくるようだと、細かい波数はちょっと覚えてないんですよ。これも、移動する可能性ありますから、その年その年で、やっぱり、その区役所、自分の、住んでる区役所の窓口って聞いてみなきゃわかんないです。それによって、生活保護なのかどうなのかの、
ちょうどのところの人たちの方が損するかしないのかの話になってきます、正直なところ。っていうのは、さすがに、テレビ、洗濯機、冷蔵庫に関しては、あとメガネも含めてですけども、何年か、4年か5年か何年か忘れました。その自分で窓口行って聞いてください。そこの辺も変わる可能性ありますから。壊れた時とか、国のその生活保護費の方で、買ってくれたりするケースもあるんですよね。で、まあ今時固定電話がなくなったら携帯電話にその補助金がつくのかどうかとか、ちょっと僕もその辺のところは分かんないんですけど、ちょっと話がだいぶそれましたけど、まあ灯油の循環販売で私が自分のホームページに1リッターあたり1円の報酬を求めたりしているのは、結局それを元にして、同じ巡回地域を他社と回るような形を、まずそれをやめさせたい。もう2005年から2006年に働いた時に、もうその頃でどういう人か1300円ぐらいだったかな、1400円ぐらい、1490円でのスタートだったかな、まあそれぐらいだったんですよ。で、もうそこまでやってきたお客さんも顧客離れ起きます。で、3分の1ぐらいかな、もう半減は絶対してました。2000年の頃と比べてたった6年間でそんな状況になります。値段が上がったら、電気代も上がってますよと、本当のところは。とそれでって、ストーブのまず買い方で、ストーブを作るのに加工したりするので、ね、エネルギー使ってるでしょ、電力とかで運搬するでしょ。せっかく種火で、種火じゃない、訂正します、アルコールランプみたいな形のストーブを手に入れたんだから、あれって一生もので代々受け継いでいけるんですよ。で、災害時にいざっていう時にあれを持っていれば、秀和株式会社も東日本大震災の頃に、まあ、あの仕事も3月下旬まで巡回しなきゃならないとかいろいろありますから、いきなり、まあ3月11日に東日本大震災、2011年の3月11日に発生したじゃないですか。で、私も政府の方に進めて、秀和株式会社とか、東京の方とかにも、関東の方にもある、という巡回販売の人たち、道路が、整備し直したら、一回地震で道路ガタガタなんて、車なんかもう通行できない状況になりますから。で、そこの整備が終わったら、どん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 政府から、そこの人たちに、お金支給してでも、行かせて、避難所とかに、灯油、まあ、販売なのか支給なのか、その当時、まあ、多分、さすがに避難所だったら支給してた方じゃないですかね。まあそういう風な形で、ある程度ね、ストーブを持ってる方たちがいなかったら、大きな災害が発生した時にどうにもこうにもならなくなります。その代替案が、私の提案している学校での薪ストーブでの発電なんですよ。かまど化してね、昔はかまどを作って鉄を溶かしてたんです。鉄溶かそうと思ったら800度ぐらいまで上げなきゃなんないから、鉄溶かせてたんですね。木材とかで。で、そんなものは、種火は最初は、まあ、みんなゴミステーションとかに、新聞紙とか、まとめて捨てるじゃないですか。ああいったもので、最初はマッチから始めればいいんです。マッチで火をつけるか、ライターで火をつける。もうライターもあんまりいらない。もうタバコなんかみんなやめた方がいい。もうほとんど海外からの輸入、損するだけ、自分の人生。他のことでお金使った方が、良い人生送れますから。給与の算定表とあるものがある時点で、それを大きく超えるような給料をもらおうと思ったら、それ相応の理由が必要になってきます。で、そこには本当に国からのその事業に関してお金が流れ込んできてないかどうか、ここまで 見られます。で、そうなった時にこれは横領事件なのかどうかという話まで進みます。だからそこまであんまりその刑務所送りにもできないでしょ。現実的にサッカースタジアムなんか、みんな皆さんの税金からですよ。自分たちの会社で保有しているところなんかまずありません。命名権なんか名前売ってるだけです。皆さんの税金でスタジアムを建てた方なんです。本当は会社に持たせて、民間の自分たちの稼ぎから
所有物にして固定資産税払ってくださいよの話になるんです。甲子園で、まあ大体固定資産税、土地、建物含めて10億円ぐらいかな、どうかなぐらいです。これも、築年数とか老朽化によって建物に価値がなくなってくると、これは固定資産税目減りしていきます。これは土地代が下がっても同じです。だから一斉解体を行えば土地代はちょっとぐらいは下がります。で、大型船いっぱいぐらいの、金属は出てきます。本当にそれぐらいありますから。だから、解体事業もしっかりとしなきゃなんないし、もう本当にもう壁に亀裂が入っていて、もうとんでもないところの家とかだったらもう外壁剥がれてるんですよ。そこに住まわれてる方とか洗濯物出てきてましたから、びっくりしました。ああ、住んでるんだと。別にその干してるものまで遠距離だから、はっきり見えないですよ。どんなものが干してるかとか。だからそのものは別に覗きでも何でもないですから、その辺のところ法律勘違いしないように。ある程度そういった形で一般人とかが査察に入らなかったら、建物を建てすぎてるかどうか、行政の人たちも、いや、自分の部署はそういう担当じゃないので、自分の部署はそういう担当じゃないので、もう頑張って動こうとしない人たちだらけ。だから僕がもう、ほぼ今のところボランティア活動で、ああいう風に撮影してる。で、本当は、国からここまでしたんだからお金払ってくださいよっていうのは僕の言い分で、だって僕からの提案で、為替相場、ほらね、円安になったでしょ。で、海外への輸出業、しっかり稼げるようになったでしょ。高い純利益発生したでしょ。ちゃんと人材派遣会社の人たちにも退職された時は退職金手当、退職金手当を払って、で、日割りで、で、公務員の方の、まあ、退職金が、49ヶ月分かな、47.7 ヶ月分だったと思うんですけども、だから基本給が上がっていけば退職金がそれだけ大きくなるんです。これ計算式あるんです。ちゃんとしっかりと。で、民間もそれにある程度合わせていかなきゃなんない。で、民間の場合は売り上げがある時とない時によって、ボーナスの、賞与の、まあ、月額数が変わります。まあ、公務員の方で、神戸の方でしたら阪神淡路大震災があった頃、ボーナス年間 3.96 分です。まあ、4ヶ月分なかったんですよ。で、今は、5ヶ月分ちょっとほど年間で、ボーナスがあります。で、公務員の方たちは安定してそれがもらえるからお得なんです。で、退職金も自分でお金かけてなくても退職金出てきます。だから公務員の人たち優位なんです。扶養手当とか住居手当あります。だから、優位なんですけども、ただ、これね、ある程度、そういう風な状況で、厚生年金の平均値とか私のホームページに出してますけども、ああ、まだ書き込んでない。今から書き込みます。ある程度の、人数とか出てます。その1万円から2万円未満の人とか、2万円から3万円未満とか。もう、厚生年金で30万円以上もらってる65歳以上の方たちって、1万人ちょっとしかいません。なぜそんな現象になるかって言ったら、そこまでお金、厚生年金かけれる人って半分は会社負担で、介護保険料も社会保険入っていれば半分は会社負担です。だから絶対社会保険入るかどうかなんか聞いちゃダメなんです。損しますから。だから、所得税の控除にも使えるんですよ。だから絶対損するから、そんなこと聞いちゃダメ。だからそれを人材派遣会社の電話の窓口の人間も担当者の人間も分かってない。で、多分取締役の人間もそんなこと分かってない。だからこんなもの司法判断っていうのは裁判所の判断ですけども、裁判所にその話挙げられたらあなたたち負けますよ。で、そういう社会じゃないとダメなんです。そうじゃなかったら成り立たないんです。ずーっとお金の出し入れしてるだけで意味のないことをしてるんです。すべての基本的な考え方、労働基準法から外れちゃダメだっていう法律があるでしょって。だからそれに合った形で会社が家建てても、それは社宅にしかならないんです。その人たちがそこの会社で働いて、そこの売り上げに、合わせた内容のボーナスを支給されているか。だから民間の場合は、大きな売り上げがあった話別ですよ。7点数ヶ月分出せます。ボーナスが。で、事業規模とかにもよって、
まあ、基本給が変わってきたりします。で、最低賃金法というものがあって、これは各都道府県で、まあ、毎年確認、労働基準局とかで確認された方がいいです。そこによって最低賃金の金額は違うんです。これはそうしなかったら土地代が高いところはどうしようもなんなくなるんです。生活が家建てれなくなるんですよ、本当に。で、分譲マンション買ったら買ったで、あの土地の固定資産税みんなで割って、かかってくるもので、分譲マンション買っても土地代の固定資産税かかります。で、だからね、本当に一斉解体である程度みんなの生活を楽にしてあげなかったら、消費税を上げられた上げられたで、みんなの生活がお手上げになるし、で、仕事の絶対数も決まってるし、資源大事にしなきゃなんないから、仕事、いらない仕事は減らさなきゃなんないんです。ね。正社員の雇用者数が、年間竹中平蔵さんが大臣の頃に2400数十万人分しかなかった。で、それ以外の人たちは非正規雇用と呼ばれている方たちで、パートタイマーやアルバイトと呼ばれる方たちで、あと、歩合や出来高の人たちで、しっかりとした公務員さん並みのお給料もらえてないです。で、人材派遣会社などを作って、基本給が本当は履歴書を出してるんだから、それに合わせた基本給、あなたたちがちゃんと交渉して、それで受け入れさせないと。私が伊藤忠商事さんの仕事、ベトナムだ、じゃない、タイで一番の財閥である CP さんと組んで、中国へ進出させていただいたんです。で、それはあくまでも必要な仕事の範囲で行ってくださいっていうことで話し通してますし、私はいつもルートで送ってる SD カードや USB メモリで、何度か言ってます。しっかりと弁護士さんと見てもらって、大きな企業には役員の中に弁護士さんとか、入ってますか？法律に長けてる人たちです。そういう人たちもいなかったら、なあ、そんな大きな会社、いろんな事業を手つけたら、もう、どうせ役員の人たちがお手上げの方になりますから、もうどこからどこまで司法判断があったのか、判例ですよ。あの判例の世界も、大阪の高等裁判所まで行かなかったら、司法修習生以上じゃなかったら、そこ入れないんですよ。一般人見れない。こんな話はおかしい。不平等だと。情報の話で不平等が起きてると。こんなものは、そんな判例はしっかりと社会に公開しなきゃならない。ということで、判例6法が社会に販売されたと。で、あと、神戸の地方裁判所の、少し、大倉山図書館側の方へ行った方へ、まあ、ちょっと遡ったところですね、司法書士さんの会館があります。そちらの方で判例を読める時期がありました。で、私の方で行政に言って、現行法規と現代法規見ましたけど、両方全く同じものですよと。両方同じ行政が出してると。何をややこしいことしてるんですかと。私も裁判になった時に、弁護士さんを雇うお金なんかなかったし、法テラス行ったら行ったで、話す時間なんか15分から30分ぐらいしか時間いただけない。で、3回まで話したらもう受け付けてくれない。自分で裁判しなさいような世界になってるんですよ。何をしてるんですかと。裁判妨害を法テラス、法に長けてる人たちを行ってどうするんですか。ある程度の話が出てるんですから、長時間労働これだけさせられましたって言ったらもうすぐ受けないと、裁判。そんなこともわかんない人たちを並べててじゃダメ。電話の窓口で間違ってこと、間違った返答しちゃうから。これが実態です。で、私の方で現行法規と現代日本法規を合わさった、その当時の名前忘れたんですけど、一時期それを一本化して、大倉山図書館に置いていただいてました。もうどちらか片一方だけでいいんです。両方とも行政が出してるんですが、行政責任なんです。国の責任です。公務員の人たちの責任なんです。あなたたちが安定してそんなに良い給料をもらえるような立場になったんだから、社会的地位もある程度あなたたちの方があるんです。特に公務員試験の1級とかを受けて合格した人たち、課長級以上になれるでしょ。そういった人たちが責任者であって、もっと上を辿っていくと、市長さんだったり、知事さんだったり、議会の人だったり、つまり議員さんたちだったりするんです。本当の話をいっぱい挙げてるんだから、法律削除本を出してください。理由を添えて。いらない法律たくさんあったでしょ。出来高制とか、歩合制。結局そんなものを作ったって、裁判所に行ってお金払いなさいの話になって、最低賃金法に当てはまってるか、利益書云々どうこう。で、それと本当にそこの
の仕事に売り上げがあったかどうか、つまり純利益の話ですよ。で、これもお金の返済の仕方とか、いろんな見通しの付け方によって変わってきます。事業を拡大するときに、事務所建てたり、例えば、秀和株式会社だったら、地下タンク設備して、で、タンクローリーある程度揃えなきゃなんなかったりするです。設備投資にお金かかってるんです。で、それに対して、支払って、返済できる見込みがあるのかどうかとか、そういった部分もあるんですよ、事実的に。だから、今の少ない販売数量だったら、正直、巡回始めるのなんか、11月の半ばぐらいからでも、北神戸店でも大丈夫ですよ。スマ店とかだったら、これも神戸市北区をエリアに入れないんだったら、巡回する時期、本当に11月、半ばか下旬ぐらいでも大丈夫なはずですよ。本当に。なかなか東洋館出てこないですよ。我々の頃は1日に1万リッター売れたり、もうとんでもない人がいたんです。日曜日に唐戸台を巡回してた人で、1万3000何百リッター売ってくる人がいたんですよ。1日で。もう、本当に一人で仕事してですよ。一日に3回、給油に帰ってきてるんですよ。唐戸台と唐戸町の全域じゃないですよ。唐戸町の全域なんか入れたらもう、いくら到達するかわかんないですか。一日でそこまで入れたら、多分ね、1万5千リッター突破します。そんなことも、一人の巡回販売で回ってる仕事で、そんなこと絶対できませんから、もうその人も、ちゃんと前日である土曜日と、その次の日の月曜日、休みにしてます。もう一日でもう、げっそりして帰ってきてますよ。で、それは年末の時だけであって、普通の冬場の時は、だいたい、1万リッター、まあ、10キロと呼ばれる。1キロっていうのは1000リッターのことで、日本語でキロという単位で示します。キログラムとかあるでしょ。漢字でキロっていうのがあるんです。で、我々の世界では、プロの世界では、1キロ、2キロという言い方をするんです。だから、キロ単位での販売とか、そういう風な、卸値の時に、キロ単位での、価格表示とかになってるんです。日経新聞見てもらったらわかりますよ。まあ、これ地域にもよって誤差出てきたり、実際、これ、先物買いとかもあって、為替相場と原油価格と、あと自社でもここまで細かい話するともうなかなか聞いてる方がわからなくなってくるかと思います。ますけども他国の貨幣を持ってるかどうかによっても変わるんです。これが持ってるんだったら円安になってもそのお金で買い付けすりゃ安くで買えるでしょうっていう話があるんです。これが真の FX なんですよ。普通の一般人が為替相場なんかでお金儲けなんかしようと思っちゃダメ。手数料取られますから。何してるか分かんなくなりますから。何のためにお金費やしたのか分かんなくなる。そんなこといちいち、そこまでは政府でも責任面倒見切れませんから。個人の判断の部分ですよ。NISA とかもそうです。株を買う。そこでも勝ち負け、要するに売り上げ上げれたかどうか、得したかどうかは、それはもう個人の実力なんです。実力主義を取り入れなかったら、全部が全部で政府で補填したら、ずーっと消費税上がりっぱなしになりますよ。そんな愚かな世界なんかいらない。そんなに株もたくさん発行しなくていい。本当に必要なところだけ。これが本当の話です。さあ、皆さん、今からもうすぐした淡井圭介が訴えに出ますよ。で、他国の方でも灯油の巡回販売したかどうか、そこまで、他国の政府通して教えてもらいますよ。今時世界中の政府上層部で淡井圭介を知らない国なんかいませんよ。いろんな件に関わってますから。麻薬の密輸とか、覚醒剤の密輸に関しても、海上摘発で海外から情報を回してもらって、何キログラムとか、何十キログラムがトンに変わりましたからね。いちいち街中とかに麻薬の密売人とか出回って、いちいち警察官が逮捕してたら、それはそれで警察官の仕事追いつかなくなるでしょう。で、書類だって山ほど増えていくし、それはそれでデータとして残しておかなきゃなんないから、それはそれでデータが蓄積されていくんです。コンピューターの容量をどん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 上げていかなきゃなんなくなるでしょう。そんな社会も無理があるから、海上摘発すれば一気に解決ですよ。その部分に関しては。だからトン数での、摘発になって。で、そんなものをいちいち密輸とかするぐらいだったら、今の世界はバイオエタノール作ったもの勝ち。
その方は、稼げますから。蒸留できればどんな草からとかでもアルコール作れますよ。これが本当です。アルコールがバイオエタノールのようなものなんです。霧状に噴射させてアルコール火つけたら燃えるでしょ。それと同じなんです。以上です。まあ大体のことはお話ししました。その当時の東山小学校の高野先生とか、まあその後どういうふうな立場になられたかわかりませんけど、一時ね、まあ新聞でしっかりと掲載されるんですけども、京都までは上り詰めたみたいですね。まあそこまで行くと、まあ高額所得者の絶対的な範囲ですけど、高額所得者の範囲っていうのはもう年間500万円以上稼げた高額所得者です。で、ただしそれは一時的なものかどうかなんですよ。1000万円稼ごうが、その後、200万とか、300万円以下しか稼げないんだったら、年収が。で、さらに厚生年金とか入れてないんだったら、もう公務員の人たちの年収には勝てない。本当に。もう二十歳から公務員になった人たちの方が絶対勝ちですから。本当に。一般企業に入ったら、やっぱり売り上げあるないがありますから。これが現実です。で、私の範囲はものすごく高度なことを行っているので、聞いてる方の人たちが、わからなくなってるだけで、私の方が説明かなりの部分でできてるはずです。法律に当てはめて。以上です。それでは、本日はこの辺にさせていただきます。2022年11月8日、淡井圭介よりです。皆さんご清聴、長い間ありがとうございました。どうぞ勉強の一助と、してください。